ペットボトルケースの作り方をご紹介いたします。こちらになりますが、ストッパーがついておりまして、ペットボトル500のペットボトルが入ります。で、中は保冷シートのアルミを使った製作になります。生地を裁断していきます。こちらの縫い代付きの型紙に合わせて裁断します。まず表側1枚、そしてこちら裏側ですね、アルミシート1枚裁断します。そして表側の裏には接着芯を貼ります。今から縫い始めます。まず表と裏を中表に合わせていきます。そしてこの口の部分を縫っていきます。口の部分がミシンで縫えました。その縫い代をアイロンで割りたいので、まず広げていきます。そこで注意なんですが、こちらの保冷シートの中綿がありますが、こちらアイロン当たると溶けてしまいますので、当たらないように気をつけてください。型紙にあるこの出来上がり線の位置に合わせてアイロンで折り目をつけておきます。でアイロンをしっかりかけていきます。脇を縫いますので、こちらを一度広げます。そして中表に縦に半分に折ります。でこちら脇になります。ここから開き止まりまでと、裏側も開き止まりから端まで縫っていきます。表の開き止まりまでと裏の開き止まりまでが縫えました。縫い残した紐通し口の縫い代をアイロンで折って癖をつけていきます。紐通し口をミシンで縫っていきます。型紙の星から星のこの長さの部分をミシンでステッチしていきます。星から星のこの部分をミシンで縫いました。両側あるので2箇所縫いました。次に表側の底と裏側の底を縫いました。このまちを広げて縫っていきます。でここを一度このように広げます。で脇の縫い目と底の縫い目を合わせてまちをミシンで縫いました。で反対側も縫いました。こちらは脇の方は続いている状態になっております。これでまちが完成です。で同じように裏地の方もミシンで縫っていきます。この空いているところから表に返していきます。表に返しました。先ほどアイロンで折ったこの出来上がり位置のところでつまんで、裏地のアルミシートの方を中に入れ込んでいきます。紐通し位置にステッチをしていきます。この部分とこの部分、2箇所ミシンがけをします。ミシンステッチが2本縫えました。次に開きの部分を縫っていきます。こちらの部分とこちらの部分、表と裏2枚一緒にミシンで縫っていきます。このようにこちらから続けて縫えました。裏側もこんな感じです。では紐通し口から紐を通していきます。紐を通しました。ではその紐の先にこちらのストッパーを入れ込んでいきます。こちらは下の四角いところをギュッと押したこの穴に紐を通していきます。紐の端を2本一緒に結んで、ストッパーを移動させて出来上がりです。